マイク・ビックルと言います。インターナショナルハウス・オブ・プレイヤー、カンザー・シティにあるんですけども、アメリカのど真ん中にあるハウス・オブ・プレイヤーの代表ですで。ホームカミングやさまざまな集まりの中で主がしてくださっていること、キリストの体のいろいろな流れから主が合わせてくださっているそのこと、素晴らしいことです。私たちは今、次のどのように移行していくか。 聖霊と共とに移行していくか学んでいます。神の国を聖霊の器として私たちが表していく。私たちが人間関係に、私たちがマーケットプレイスに、私たちの大学に、裁判所に、そのようなところに、あらゆるところに、広場に持っていくことをしています。私たち、今一つの励ましをしたいと思います。イエス様は私たちが神を心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、 愛ししなさいと言われましたそれがまず第一の戒めだと最大の戒めだと教えましたそれこそが聖霊様の優先順位なんですイエス様が引用されたことです教会において神,に,神のに,にとって優先順位なわけですですですから私は是非このことをあえて心において いきましょう。そのことによって、私たちがお互いとの関係の中にも生き生きとした関係を持っていくことができます。キャンザスティから皆さんを祝福します。皆さん、グローバルファミリーを愛します。